池田123は、日本の政治家、看護師。元岡山県新見市長、元新見市議会議員、元鉄生町議会議員。1974年3月、岡山県立倉敷中央高等学校、専攻科卒業。同年、倉敷市立小島市民病院に看護師として勤務。1991年、鉄生町社会福祉協議会に転職。 1995年、退職。1999年、鉄製町議会議員に初当選。2003年、再選。2005年3月31日、鉄製町は、旧新見市、大佐町、新号町、鉄田町と対等合併を行い消滅。新しい新見市が誕生。これに伴って、同年4月24日に行われた。 新見市議会議員選挙に立候補し当選。2013年4月から2015年4月まで市議会議長を務めた。2016年11月9日、林業作業中に倒れて、意識不明となっていた新見市長の石垣正夫が死去。同年12月1日、池田は市議を辞職し、12月5日に新見市長選挙への出馬を表明した。 12月25日に行われた市長選は前副市長の恵比寿人氏との一騎打ちとなり池田が初当選を果たした。連合岡山は恵比寿を推薦したが自由民主党と公明党は支持層が重なるとして自主投票とすることを決めた。選挙の結果は以下の通り。当日有権者数26,511人最終投票率。 72.14%2020 年の市長選は前回戦ったエビス人氏に敗れ時点で落選した。当日有権者数24,698人最終投票率73.37%選挙後の12月2日同月の定例会は新しい市長で臨むべきだとした上で12月24日の人気満了を待たず辞職届を提出。 12月7日の臨時会で受理された。ありがとうございます。